まり面識はお互いないとのことだったんですが、おそらく岡井選手もよく参加されている関東の草の根大会の PWC ですね、はい、そこでは先輩後輩といった感じの間柄なのかなともちょっとですね、 OB と言いますかなんとなく和やかに。はい、こちら先攻後攻はダイスロールで決定します。8対9。まずは岡井選手が先攻。さあまずは1本目マリガンチェック。さあ手札は、ギデオンが2枚に許可の分解、そして致命的な人押しとキラン死に子。土地が少し怖いですけどね。そうですね。霊気拠点と産業の塔。岡井選手としては土地土地と引き込むか、パワー3以上のクリーチャーをスッと引いて、キランに登場できるようになればいいんですが、多少マナも含めて少しだけ不安がある。初手にはなりました。そこで和田選手はマリガンのようですね。高見決定戦はすべてのフォーマットでデッキリストを事前に登録して、さらにお互いのデッキを対戦の時まで知らないという状況で行っております。この辺のデッキ選択の読み合いというところにも注目してご覧いただければと思います。さあ和田選手はもう一度。ちょっと土地がなさそうでしたね。1枚あったかどうかぐらいだったので、そのデッキが強いからこそやっぱり弱いハンドをキープしちゃう、それだけで普通に負けちゃうんで。さあ5枚まで減ってしまいましたが、どうでしょう。土地はあるようですが今回は大丈夫そうですね。さあちょっと土地しかないぐらいの感じの手札ではありますが、このスカラベの神、そしてそこにつながるまでに何か引っ込めればと。そうですね、ちょっとそれまでのアクションが欲しいですね。戦術はさあ下に送りました。さあいよいよ第9期スタンダード新決定戦が開始となります。さあまずは霊気拠点から。和田選手これはそうですね、イードローに今ない気を引いて、さあここで和田選手は岡井選手の出来がほぼそうですね、判明しましたね。さあそしてここで和田選手のデッキもようやく判明し、さあここですね、土地か登場するクリーチャーがあるか。さあ致命的な一押しはあったので、あのクリーチャー自体は簡単に対処できるんですけど、ここで土地がないようですと手札にギデオンとあったので、ちょっと今後の展開に難が。さあまずは一押しで。お、しっかり土地も引き込んでいます。ここで和田選手も1枚しかない錯覚しっかり引き込んでますね。そうですね、引き込んでますね。さあここで冷気との調和で沼を持ってきてスカラベの準備をしつつ、さあ和田選手、手札に策枠があるのでキランには対処できるんですけど、やはりギデオンは相変わらずの対処の難しさなので、ここはギデオンが来るとちょっと嫌なムードですね。さあ土地はあるのか。さあ丸でいきたい。ちょっと4枚目以降だとタップになる土地が多めに入っているので、さあ出るかどうかといったところでしたが、しっかりアンタップインからギデオンへと。ギデオンさあここで攻撃するかどうか、パッと見こういう状態って大体エネルギー相手は蓄冷稲妻のことを考えてるんで、攻撃した場合相手の余った物を使わせるだけになってしまう可能性もあると。さあここには綺麗に坂が刺さりました。さあしかしギデオンはさあもちろんクリーチャーにして2匹でアタック、これが取って残りが11。さあここでタカリアを追加して手札は無許可とギデオン。強力ですね。ただ岡井選手は今もうこういう状態、負け目があるとしたら一番簡単に負けるのは栄光をもたらすものなので、手札の無許可の分解を構えるか、タカリアをそれとも展開するかを今考えている状態ですね。手札の土地がタップインなのでこのターン4マナしか生み出せないので、タカリアを出してしまうと、グローリーブリンガーの時に多少、さあしかし、タカリアを展開してエンド。さあここはグローリーブリンガーだとまだ分からなかったんですが、ちょっとスカラベの神だと、手札の分解で、ライフがぴったりですかね。ちょうど13点。さあここで、投了ですね。やはりギデオン強い。一時期そのもうマルドゥ機体からギデオンが入ってない、そのグランプリ優勝したリストにも入ってなかったんですけど、やっぱり赤単とゾンビがっていう攻撃的な出来があまりにも流行りすぎたため減らしてたっていう経緯があるんですけど、最近も依然としてサイドボードに34枚入れてて、メインボードは少なめというリストが多いんですけど、やっぱり相変わらず強い。もうその盤面が空っぽの状態で出てくると本当にどうしようもないカードなので、特にこの機体というデッキに完璧にフィットしてますよね。そうですね、キランにも乗っちゃうし、スタンダード新決定戦1本目は挑戦者岡井俊樹選手が勝利しました。サイドボードなしのまま2本目に入ります。さあ今度は和田選手の先手でスタート、パッと見今回はかなり良さそうですね。これはキープと。ちょっと土地が多いのだけ気になりますけど、まあそれ以外は文句のつけようがない。さあ今度は岡井選手がマリガン。岡井選手インタビューの時からそうだったんですが、はい、もう全く緊張している様子が見られないですよね。落ち着いてますね。落ち着いてますよね。キープした初手が、赤花はないんですがまたギデオンまでつながれば、点差した。まずはレイキとの長から。さあ和田選手はならず者の生成屋ですからかなりいいドローですね。うん、さあ岡井選手はちょっと土地がまだ引けてないので、まあ、このターンは致命的な人押しで相手を殺せるんですが、うん、次のターンからがちょっと不安ですね。うん、さあ対する和田選手はもう理想的な動きですね。うんここには当然致命的な人押しですが、まだまだ後が控えてますね。さあまずは生成屋で手札を整えつつエネルギーを貯めて次のつむじ風をさらにパワーアップさせ、さあしかしこれでスペルがあと1枚ですからもうつむじ風だけですかね。さあ岡井選手は土地は引き込めたんですがちょっと残念ながら赤花が出ない状態ですね。うん、手札で今使えるカードはバリスタのみですかね。うん、スカラベの神を引きましたね。あ、これは強烈ですね。今4マナ5マナの太いアクションがかなり欲しい展開だったのでこのターンつむじ風を出して次のターンスカラベというかなりいい動きになりましたね。さあエネルギーが7つになり、さあ岡井選手はちょっと土地が引けないと苦しい。お、引けたんですがこれでは一旦遅いですね。さあ和田選手この間に攻めるか。パッと今2体出して殴りそうですけどね。うん、まあ手札に黒マナ源がちょっと霊気拠点しかないのである程度エネルギーをスカラベ用に温存しておきたいっていうのはあると思いますけど、さあまずは1体。さあ1体にとどめて6点クロックで。これは嬉しいですね。そうですね、まあ、土地の中では唯一欲しいと言ってもいいぐらいその他の土地はもういらねえよと。そうですね。新たにアバシンも引き込んでいますね、岡井選手。ただこの状況ではといったところですかね。そうですね、だいぶ劣勢でちょっとスカラベがどうしても、うん、さあ出てきたスカラベ。この一番下の能力がね、いやもうですよね。どれもやばいが2つぐらいいらなかったんじゃないかと評判のすごいカードですけど、うん、3つついてますからね。さあ岡井選手としてはスカラベさえいなければアバシン変身で盤面を1回さらちにしてというプランもあったんですけど、うん、さあここで沼を引けた技選手は、もうエネルギーを温存しておく必要がないので追加の闘魂を用意するかどうか。うん、まあ、マルドゥがこうやってゴマの起こしてターンを返してきたっていうことはもちろんアバシンも考えながら闘魂を出すか悩んでると思いますが、さあまあアバシンを意識するなら、変身もできちゃうので出さなくても良さそうですが、さあそのまま置きました。さあもう手札にスペルがない和田選手はアップキープ、スカラベの能力にスタックで墓地のクリーチャーを釣るか否か。さあ釣りました、うん、さあそしてスカラベの能力が解決して戦術、うん、放浪する森林ですね。明日に送っていきます。できれば和田選手としてはここはチクレイナズマが一番欲しいですね、うん、チクレイナズマさえ引ければがぜん殴りやすくなりますし、おしかしチャンドラちょっと違う、まあ、チャンドラも嬉しいですね、うん、もう今どんどん盤面を強くしていけば和田さんの方が盤面は圧倒的に有利なので、ただアバシンを考えてどう殴るかはうかつに殴るとやっぱり相当に損をしてしまうので、例えばスカラベの神1体でいくとアバシンが出てきて2匹でブロックされたりして、バリスタが死んで変身されるようなことがあると盤面が一気にひっくり返ってしまうので、さあ全部殴りました。パッと見アバシンを出してアバシンでスカラベ、バリスタで3-2でスカラベに1点打ってアバシンの誘発してっていうのが一番得できそうですけどね。小田選手は今手札が土地と、チャンドラだけですね、うん、残りは全部土地です。対する岡井選手はアバシン、ギデオン、無許可の分解ですかね、うん、あとピアナラ。さあアバシンを出して、スカラベにダブルブロックましたね。で6点。さあこれはダメージをまあ大量に受けた代わりにまだ変身しないと、どうですかね、次のターンに変身するかどうかをまだドロー次第で考えられる、うん、さあここで本体に投げてアバシンが誘発しました、うん、そしてアップキープ、変身と。さあ手札にはたくさんの選択肢が、難題の予見者、ギデオン、ピアナラ、無強化の分解。ただ盤面の22も今スカラベで釣られてて元が44でのプラス2はできるんで66までいってしまうので、あいつもさばかなきゃいけないのでどうしたものかと。悩ましいですね。7さあ、手札にはスカラベも戻ってるんで。これが一番選択肢が多いだろうと。ライフが4なんでどっちも苦しいですね。スカラベはスカラベでやっぱり放置するとすぐ死んでしまうし、チャンドラはもう2回起動で本体も死んでしまうし、難題の有権者が落ちるだけでも厳しいですし。さあこれ津村さんであればどっちでしょう。まあでもスカラベしかなさそうですけどね。スカラベの方がちょっとこのライフ差だと返せなそうですけど、スカラベを落として次の2244のアタックはアバシンで止めて相打ちにして、チャンドラで難題を落とした場合はミシュラが行って、チャンドラを落とせるんで一応最小限の被害で。クリーチャーを引かれない限りは最小限の被害で落とせるので、さあチャンドラを抜きましたね、そうですね、チャンドラを抜いたってことは殴らないと無理ですね、殴っても2パンで倒すぐらいの、ちょっと無許可の分解を合わせても少し足りないんですが、それは承知で、ピアナラが手札にいるんでチャンプブロッカー自体はかなり数が用意できるので、さあ和田選手が引いたのは森林でしょうか。今はちょっと嬉しくないですね。今欲しいカードはスカラベともうワンアクションできる軽いカードだとかなり嬉しい。さあとりあえずこのアタックはただみたいなもんなので、殴ってチャンプさせて、おつむじ風、これは嬉しい。さあかなり完璧なドローですね。もう3、4って動けるんで、チャンプブロッカーも一応確保と。に続いてフォローする森林。さあちょっと岡井選手としてはアバシンが止まってしまうのは予定外。他の分解中2枚はあるんですがちょっと超えられなそうかとですかね。さあ岡井選手が今ターンを返して和田さんがエネルギーからトークンを出すかどうかですかね。さあ2匹とも生み出して岡井選手にはほとんど選択肢がないので、先ほどプッシュも持ってなかったので、引いたとしたら今しかないので、さあまあ飛行トークンを少し残して殴るか。4なので一応岡井選手がワンアクションしかないと全般すると死んでますね。岡井選手が2アクションしてしまった時にちょっと逆転の目が生まれてしまうので、1体残すかどうか。さあ1体だけ残してきましたね。まあこれが一番安全そうに見えますね。岡井さんが2個あったとしてもこれだと死なずにプレッシャーをかけられ続けるので。さあ許可の分解をフォローする森林にできましたね。さあここで優先権をパスして、アバシンが相打ちになり、3手が抜けて残り1。さあ当然ここでスカラベの紙を再度召喚。ドローが靴鉄状のタカリアでしたがここで投了。ゲームカウント 1-1 のままサイドボードに入ります。はい、こちらが和田選手のデッキリストですね。本人曰くサイドボードはかなり攻めてみましたと。そうですね、確かにニッサやら多層多面層のクローン4マナの、普及がついてるクローンですね。最近安さんが日本選手権使ってて話題になった1枚ですが、またこれ本当に最近のスタンダー先手後手で結構プランが変わるんで、お互いまあラムナンプレッド赤タンとかもそうなんですけど、先手だったらめっちゃ攻めるんですけど後手だとすごい守りに軽いクリーチャーをかなりサイドアウトして守りに回って対戦相手はそれにさらに合わせてやらないといけないんですよね。早いデッキだからって言ってただ軽いクリーチャー除去ばっかり入れるとそれが余ってチャンドラとか栄光をもたらすものに負けたりとか、マルドゥ機体も結構そういう類のデッキなので相手の先手後手によって速度を変えて相手を惑わすみたいなプランが取れるので、まあその辺に合わせたりするのがなかなか難しい。まあ、先手だったら疑点を残したりとか後手だったら疑点を減らしたりとかそういう入れ替えに対して和田選手も対応していかなきゃいけないので、まあ、人によってその先手だったら否認は入れるけど後手だったら入れないとか、丸に対してはそういうプランがあるのでお互い難しいんですね、サイドボードが。昔だったら早いで来て、まあクリーチャー軸サイドから追加しとけば全体軸入れとけば大丈夫みたいなのがあったんですけど、昨今のデッキはなかなかそう簡単には勝たせてくれないので、そういう意味ではやっぱ丸で浮き隊の方がサイドボード怖いなっていうイメージはあると思うんですけど、ティムーラはどっちかっていうとそこまで大きく外れてきたりはないと思うので。さあそしてこちらが、挑戦者岡井選手の期待のリストですね。さあただまあティムールに対してそれほどいいカードがあるかと言われるとなかなかちょっと読み合いデッキの読み合いっていう記事がそのうち上がると思うんですけど、そちらを見ると岡井選手はちょっとティムールは予想していなかった、和田さんがティムールは使わないんじゃないかという読みだったっぽいので、多少ちょっとティムールはもしかすると少し薄めにしてるかもしれませんが、まあデッキの読み合いに関してはお互いどっこいどっこいと言いますか、丸というわけでかなりちょっと僕は対戦相手だったら嫌だなと思いますけどね。ちょっとやっぱり今のスタンダード全部のデッキと練習しきるのは相当難しいぐらい強いデッキの種類が多いので、丸ではその中でもちょっと比較的やりづらいなというイメージはあります。 M オーダー当たった時も対戦相手サイドをどうしてくるかなとか一番難しいので、さあ2人ともかなり悩んでいるように見えますが、土地が2枚、ただ土地がかなり難がありますね。ラムナプの遺跡と、産業の塔、一応2ターン目にバリスタは出せるんですが、さあ対する和田選手は、土地が3枚にレキの城が2枚、そしてつむじ風とレキの城、こちらかなりバランスいいですね。足りない土地も1ターン目に持ってきて不安はなしと、さあ岡井選手ラムナプの移籍2枚目ですかね。ここでバリスタしてきますね。さあ土地はしっかり引けてるので次のターンピアナラを出してしばらくは問題なく動けそうですが、さあ対する和田選手はまたもちょっとフラット気味ではありますね。相当土地が多そうですけど手札には。そうですね、初手から増えてないですねスペルカードが。さあピアナラ岡井選手は見事に4枚目の土地まで引いているので、問題なく展開できそうですね。和田選手ここでチャンドラ引き込んでますね。さあ少しちょっと盤面が押され気味なので、さあ収集艇とつむじ風の2択ですかね。まずはつむじ風から。おおすごい手札かなり強烈になってますね。さあお回戦者分解あり、偽伝あり、作り手あり、まあ、このターン、分解模範的な作り手と動くか偽伝を出すか、どのアクションも強烈ですね。そうですね、かなり強いですね。このターンギデオン出しても和田選手が落とすのはかなり大変そうですけどね、うん、さあそしていきました、うん、モノタップということはギデオン。さあ和田選手は一応2体飛行機械トークンを生み出せるんですが、うん、岡井選手の場にはバリスタと飛行機械トークンがいるのでギデオンを落とすには至りません、うん。ここは2枚出してきましたね。さあ和田選手いまだスペルがチャンドラしか増えてないですかね。チャンドラ収集艇、残りが全部土地、今引いたのも霊気拠点だったので、さあ和田選手としてはかなりやっぱりギデオンが乗り越えられないですね、うん、チャンドラで2回で4点は与えられるんですけど、うん、次はクリーチャー化して殴ってきてプラス1もされてしまうの で、うん、で和田選手の飛行のクリーチャーも通らないし、和田選手かなりきついですね。さあしかし勇気を持ってアタック。さあ和田選手としてはまあ2点通ればチャンドラを落とせるので、まあこのターンもう行かないんだったら全部行かない、飛行だけ行くとかもあんまり意味なそうだったんで持ち上も仕方なく。さあただ岡井選手もギデオンの重要さはもちろん理解しているのでもう全く通さないように、通って1点ですからね、飛行機が1点は通してもいいかなと思いますけど、点を通しましたね。立憲の出手を出して単エンド。さあしかしこうなると、おおさらに極悪な。さあ岡井選手がこのターン引き込んだのはアバシン。アバシンさあこの状況でのアバシン何点ぐらいの強さがありますか。いやもう正直なくてもかなり岡井さんが有利だったんで。なるほど。もうこのターン、模範的な作りで出して分解構えるだけでも相当岡井さん有利な展開だったので、これは和田さんとしてはかなり厳しいですね。うん、さあこのターンは岡井さんは、分解のターンに当てました。まあこの方がそうですね。もうこれもう和田さん、議連を絶対落とさないと勝負にならないんで、うん、まず収集艇を使ってでも議連を落としに行くんで、それを落とした時点でもう岡井さんの勝利が。和田さん状況的にずっと守ってても絶対勝てないんで、まあ議連を頑張って落としに行くしかない。うん登場してアタックですが、ここには当然お、うん、減りましたね。さあこれはまあこの後に出てくるスカラベとかを警戒して温存したのかもしれませんが、ここでチャンドラプラス能力でさあギレオに2点。さあしかし場面には依然チャンドラを破壊しつつ、さあしかし和田選手の手札はチクレイナズマのみですが、一応サイクリングと違いますね。そうですね、ここちょっと乗る選択肢もありつつチクレイを構えられたら良さそうだったんですが、ちょっとドローがピリッとしません。澤田選手が引いたのは栄光の時、アバシン対策としてはかなり、うん、問題点としてはちょっと岡井さんもアバシン出さなくても十分殴れてる状態なので、またアバシンが仮に対処されても結構手札に余裕があるので、和田さんとしてはまたつむじ風みたいにちょっと数を増やしたりとか、手数を変えられるカードが引けないと厳しいですね。多分岡井さんの読みとしては、こっちが先手だし相手チャンダラを残してないだろうなという読みはあったと思います。多分あの状態で、まあギデオンが落ちることはないだろうと思ってテイクしたと思います。さあそして岡井選手はここでアバシンを温存しながら、チャージを選択してそれに対応して除去されました。さあこれで一旦アーティファクトはなくなってしまいましたが、手札にバリスタと分解とちょうど5マナのアクションがあるのでさあこれでまた作り手が強くなって5点。ここで放浪する森林をドローしたんですが、岡井選手の手札には他の分解があると。ここはいくつか選択肢がありますが、和田選手としてはもうクリーチャー立たせてエンドするしかなさそうですけどね。それかもうチプレ使う気満々で、もうクリーチャーが対処されない前提でエネルギーを使いつつ殴るか。どの道も除去があったら、無許可の分解があったら勝てないんで、それはもう切って行動していくとは思います。無許可の分解をここに。さあここはまあ、アーティファクトが1つしかないので対応してバリスタを殺して、無許可の分解の下の能力を無効化しつつ、さあしかしラムナプトに石と合わせてちょうど5点。3本目は挑戦者岡井俊樹選手が勝利して、ゲームカウントが 1、2、 岡井選手が神の座に王手ですね。ちょっと和田選手土地が多いですね。そうですね、全ゲームを通じて。さあ和田選手の4本目。さあまた土地が霊気との調和が3枚あるように見えますね。さあしかし残り2枚は先手にしてはかなり嬉しい。そうですね。さあキープしました。調和にはかなり愛されてるんですけど。そうですねさあ岡井さんもキープでしょうか。岡井選手はかなりバランスがいいですね。スレイベンタカリア、ピアナラピアナラ栃木舞タカリア、難題の有権者みたいな。さあレキタの調和から入ってきます。さあ今のところ岡井選手の手札には助教はなさそうなので、かなりプレッシャーをかけていきそうな。さあこのすれ違いは和田選手にとってはもう望むところですね。さあならず者の生成を引いたので、ここで出しても一気にパンプして攻撃していくでしょう。これはかなり先手としてはいい球ですね。次のターンに無強化の分解さえなければといった展開ですが、さあそして和田選手の手札は、調和とコッパみじん、作白土地ですかね。さあそして岡井選手はさあここでシェフトの砂丘からピアナラ。岡井選手の手札はピアナラが死ぬほどいたので、多分3枚あったので時間自体はすごく稼げそうな。岡井選手としてはその間に土地が引き込めれば、最終的に淡島までつながりそうなんですが、さあ和田選手が引いたのはつむじ風の巨匠。パッと見このまま突っ込んでよそうですけど、このまま突っ込んでこのターンは調和からランドをサーチしつつ、そうですね、もう日差本人ばりに調和してますね。ちょっとまあもうピアナラをどけて殴るぐらいまで考えてると思いますが、まあ今のターン分解打ってこなかったってことは多分分解はないだろうと、だったらもうここでガンガン押していった方がいいんじゃないかっていうのを考えてるんだと思うんですが、ぱっと見このまま両方行ってしまうと3人はおおむねピアナラと相打ちになってしまうので、またも調和で土地を持ってきつつエネルギーを増やしていくと。もう除去打ちそうですね。これで沼を持ってきて、さあ計3発レキタの調和を打ったと。さあもうこれはもうキバナガジをブロックしろと。これダメージが3点さあ、ここで土地が引けるか。さあちょっと引けなかった感じの様子ですが、これはかなりきついですね。もうそろそろ騎馬70 1回も通せないぐらい、1回は一応通せはするんですが、もうほぼ毎ターンチャンプぐらいのゲーム展開になるので、さあ和田選手このターンはもうスペロ2枚とも使えてしまうので、おチャンドラさあ黒黒こそないんですけども、手札に沼を持ってるので、霊気拠点を引けば木っ端みじんの余波もすぐさま唱えられるので、かなりプレッシャーは大きいですね。パッと見このターンは先ほどと同じく、ピアナラ本体は除去して2匹で攻撃して、つむじ風を出して空からのプレッシャーをかけるのが一番効率が良さそうですが、さあもう後がない源さんと島田選手ですが、さあ除去して。残りが8、先ほど津村さんおっしゃってた通り、ここで木っ端みじんの余波ですね。そうですね、ちょっとしばらくは打てないんですけど、黒物が1個しかないので、またもプレッシャーは相当なものですよね。もうキバナガ10も通すとほぼ致死量ぐらいのでかさで、もう3人すらならず者の生成やすらちょっと、いいですよね、どうしようもないぐらいの。現在和田選手のエネルギーは9で、ちょうど3体分つむじ風の巨匠で1速が出せると。ここでスレーベンの検査官。さあ岡井選手はここで収集艇カピアナラを並べて、さらに守りの姿勢。収集艇出しましたね。これだとちょっと、ソプタートークンでは若干殴りづらい、そうですね。でも岡井選手はもう本当にキバナガジュを通すほどの余裕がなさそうですけど、なかなか。まあパッと見このままアンタップしてチャンドラ出してスレイベンを撃ち殺して全般すると3号がキバナガジュマストに見えますが、1点残るか。それだと1点残っちゃいますね。ならず者止められて3点ゲインして、さあここはまあトークンは出さない方が良さそうに見えますけどね。何体出してもちょっと中途半端になりそうですけど。しっかりと計算をしている様子の選手ですが、2匹。おーっとお栄光をもたらすもの。さあこれは届きそうですね。さっきチャンドラで計算してて、そうですね、数点足りないとか言ってたんでグローリーブリンカーだと打点がプラス4点みたいな扱いですからね。これだと多分足りてそうですね。11ちょうどですね。ちょうど足りてますね。これスタックで登場して一番大きい、キバナガジュを止めてゲインをしたとしてもちょうど11点入って死亡ですね。ようやく4ゲーム目にして初めての栄光をもたらすものが、ね、さあここで外選手が投了ということで勝負カウント、ゲームカウント2-2 笑っちゃってますね。多分今やっと引けたって言ってた気がします口がさあこれでゲームカウント2-2となりましたので、次の試合勝利した方がスタンダードシーンとなります。まあ、防衛かそれとも新たに岡井選手スタンダードシーンとして君臨するのかと。挑戦者岡井選手もそういった神を目指して多数の人数が集まったスタンダードシーン挑戦者決定戦を勝ち抜いてこの場に立っています。さあ岡井選手はかなりいい手札ですね。土地が3枚に、124とクリーチャーがあって除去もある、素晴らしいですね。さあ対する和田選手はマリガン。なんとかこのワンマリガンで収めたい和田選手。なんか結構お二人ともニコニコしながらやってていいですね。さあマリガンコはどうだ。さあ調和には見えました。緑マナもしっかりある。そしてこれはいいんじゃないですか。そうですね、文句なく、素晴らしい。すごいですね、このマッチで何度調和を打ったんだろう覚えてるだけでも7回ぐらいは打っている。さあ先日はやはりここで最も欲しいのは一応追加の土地ですかね。それともさらなる土地はちょっと、まあ、土地だと悩むのは分かるんですけど、まあ下送りそうですけどね。まあなんか中途半端のマナイキのカードかなと思うんですけど、ここで悩むということはそれか土地か。上に置きましたね。さあ最終戦がスタートです。スレベの検査官、ああ、つむじ風の巨匠だったんですね。これはどうでしょうね、上に残して上の方がいいと思います。やっぱちょっとギデオンのマウントの際にも飛行で殴り返したりできないとすぐ終わってしまう可能性があるので、まあちょうど今手札のエネルギー大量に出る状態ではあるんですけど、使用先がなかったので、はい、この動画は多分これが終わった瞬間もう見れるんじゃないかと。素晴らしい。ちょっと本日は初めて YouTube ライブで神決定戦お送りしております。さあ、そしてタカリア、当然道路の召使い、ここまでどちらも理想的な動きですね。そうですね、綺麗に動いてますが、さあここで岡井選手は2枚目のタカリアを出すか、ナナクリチャを殺すか、コッパみじんで殺すか。さあ殺しにかかりました。みじん4点。さあもうちょっとここで実質アクションがない。セレキとの帳場を使って土地を持ってきますが、このターンはここから動きはないですね。さあここでエンドになりました。さあ岡井選手も4枚目の土地は引き込めなかったので難題の有権者は出せないんですが、それでもアクションが途切れないですね。このターンピアナラーもあればタカリアとスレイベンの2枚目もあり、さあこれはどちらを出していくのか。スレイベンの検査官、そしてタカリア。さあこちらの方がまあつむじ風の時に殴りやすいですよね。さあ和田選手手札は思いだけかなり強いので、時間さえ稼げれば。ただ怖いですね、マルデュー側がこの土地3枚で止まってるってことはもういかにも無許可の分解があるように見えますし、ちょっと空いてる場がタカリア2枚なんで、まあただつむじ風を出すか。つむじ風の巨匠、トークン3体分のエネルギーがあります。さあここで待望の土地も引き込みました。彼2体のみ。うん、まあ1体はダブルなりなんなりで殺した方が良さそうですが、うんうん、それかもう3体出しちゃって、うん、2、3で1体3に止めてトークン2体で3に止めて1体トークンが残るみたいな。次のターンエネルギーがパッと見2個しかたまらなかったんで、つむじ風をどうするかがちょっと難しいですね。トークン2体で片方は多分いくんじゃないかなと思うんですが、さあ本体をどうするか。トークンでどうブロックするかというところですが、ダブルブロックですね。1体は通した。さあなんだい、さあもうこのビッグ3 といっても、まあ赤いいずれかですね。赤いいずれかですね。パッと見チャンドラに見えるんですけど、ちょっと土地引かれた時にそれだと、そうですね、落とされて止められて、ここちょっと難しいですね。グローリー抜いた方がまあ最悪の事態は避けられそうですが、チャンドラで普通に難題落とされてつむじ風っていう場でもかなりきついので。で次の段にスカラベとかが控えてる状態なので、まあチャンドラ抜いてグローリーブリンガーだった場合は手札確かピアナラーなんで、次のターンつむじ風本体はアンブロにしてしばいて2点入れて、次のターンももう1回アンブロでしばけるターンがあるんで、チャンドラで良さそうですね。ひっそりと調査トークンも2つあるんで、アーティファクトに困ることはないので。もう 4,5 点詰めとくと墓地の木っ端みじんの裏側の方でもかなり押し切れそうな盤面になるので、もうおかいさんとしてはこのまま攻めて和田さんが殴り返すまでに時間をかけるようにしたら、いつか余波で勝てるので。さあここは、まあ、多分グローリーブリンガーだったらそれでも削りきれそうなので、チャンドラが一番目に見えてる中では脅威かなと。これ選手かなり慎重に選択していきます。ここは結構もうゲームを決めるぐらい難しいターンなので、ここはじっくり考えたいですね。さあチャンドラ抜きました。体名が土が5枚目がないので、これはまだキャストができない。さあちょっとあのマナだと唱えられない気が、まあ、あんまり関係ないですね。唱えられるスペルはないですが、うん、一応なるほど、青みとかなかったんですね。さあこれはかなり岡井選手にとってはいいターンですね。グローリーが出てくるのがやっぱり一番嫌といえば、まあ、それでも多分押し切れたと思いますけど、うん、さあ最も選択肢が多い状態でターンが返ってきました。アンタップの土地だと多分積んでそうですけどね。パッと見マグマスプレーがなかったらもう積んでるみたいな状態にはなりそうです。さあここでピアナラを出して、さあブロックするなという能力を発動させて 3-2 で続いてもう1回起動して 2-3 もブロック不可能にするとブロッカーが1体だけになるので、さあこれで9点。これでトークンで1体は止められるんですけど、マグマスプレーがなかった場合5点抜けちゃうんで残りが3になって、今岡井選手の場には5マナと余波があるので、余波で次のターン3点残ったのがきっちり削り切られてしまう。さあこれで残りが3で墓地には余波、場に5マナ。さあできることはやりきって天命を待つのみといった岡井選手に対し、何かできることはないかと模索している和田選手ですが、手札には栄光のタスマが2枚とスカラベの紙ですね。特例と。ここでターンエンド。さあそして墓地から余波。はい、というわけで第9期スタンダードシン決定戦スタンダードシンだったのは岡井俊樹選手でした。おめでとうございます。さあ岡井選手、長らくスタンダードシンの座を防衛していた和田選手を倒して新たなスタンダードシンに。いやかなり綺麗でしたね。すべてを使い切って削り切った。素晴らしかったですね。おめでとうございます。